人内植物公園での白金吉白金吉は稲ガ白金吉族の多年生植物。英名からパンパスグラスとも呼ばれる。高さ2から3メートル程度と大きく成長し、細長い葉が根元から密生して伸びる。葉は縁が鋭い。8から10月にかけて垂直に立ち上がった茎に長さ50から70センチメートルの羽毛のような下水をつける。おとがあり、 オカ株の下水は細長いのに対し、メカブは幅広く、綿毛を持つ。色はややピンクがかった、白銀色である。種類によっては、Y 性のものや、穂の色が紫色のものもある。原産地は、ブラジル、アルゼンチン、チリなどの南米大陸の草原。各国で干渉用に栽培され、日本には明治時代に入ってきた。大きく成長し、 花水をつけた姿は見栄えがするので、公園、花壇の植栽や道路分離帯の緑化などに用いられる。また、花水は、生け花やドライフラワーに使われる。ススキに似た外見の割に高く育つため、お化けススキという俗称もある。栽培には、日当たりの良い場所を選ぶ。葉は、ススキと同様に皮膚を切りやすく、手入れや、伐採時には手足を保護できる服装が望ましい。 育成には手間がかからないが、寒さにはやや弱く葉が茶色になる。ただし、関東地方までなら全体が枯れることは、まずなく、翌春に新しい葉が出てくる。主に株分けで増やす。これは、穂の形状に個体差が出やすいので、同じ株から増やした方が群生した時に揃うためでも、ある。白金吉族は稲かの族の一つ。ありがとうございます。